皆さんこんばんは九州シティフィルハーモニー室内合奏団コントラバス奏者の森田良平ですアシスタントの森重雄介です11月20日,20日 <laughs> 水曜日,水曜日夜10時半になりました森田良平の水曜ラブソディの時間ですこの番組はリスナーの皆さんから寄せられた疑問や異分野のゲストとの対談を得ながら中川のクラシック音楽を見つけていこうというそんなアドベンチャー型音楽番組です この放送は九州シティフィルハーモニー室内ガス相談の提供で、NRS ールエス中市リテオシンジケートからお届けしております。はい、ありがとうございます。はいまあ、まあすみません、先週は一週お休みになりましたが。うん、まあまあ、それもそのはずと言いますか。はい、ええー、あのゲーリーカー、そうですね、ずっと一ヶ月以上、あの告知をしてきました。うんはい、ゲーリーカートの公演が、まあ、木曜日だったとと。木曜日に、はい。 え前日はまあ、ね、リハーサルであったりとか、ら、ねはい、12日にゲイリーが入って、13日がリハーサル、です、はい、水曜日ちょうど1週間前ですね、はい、そして、えー、14日がコンサートということで、はい、いやー、なんね、終わりましたね、そうですね終わったら、あっという間ですねいや、まあ、その1週をね、飛ばしたせいか、何か分かりませんけれども。はいえー 早速今日オープニング曲かけてからあ原稿を森田さんに渡してないってそうなんですよいい加減覚えろって感じですけどねでもだいぶ覚えてましたねそうですねなんかでも詰まったのが日にちっていうところですね日にち何日だっけいやいや今日はゲイリー・カーの誕生日なんですよあ十一月二十日。そうなんですということは森田さんの娘さんの誕生日そう僕の娘の誕生日なんですけどそうなんですよこの日ってねね実は 偉大なコントラバス奏者がたくさん生まれてる日で、えーまあ、ゲイリーカーでしょ、日本人であの奥田和夫さんって言って、昔大阪フィルと大阪センチュリー交響楽団で首席奏者を務められて,て<ー>まて、あ、僕も関西でとってもお世話になったんですけど、僕が向こうにいるときにあの自転車の事故でお、ね、亡くなりになられて、えーえー、そうなんですけどもう本当に素晴らしいバス引きだったんですよね。 そしてもう一人がですね、あの石川茂さんといって今読売日本交響楽団のソロ首席奏者というコントラバスでソロ首席奏者というあのタイトルを持っているのは日本では石川茂さんだけなんです石川茂さんはあのフロリダフィル、はい、マイアミにあるフロリダフィルで首席奏者をされてはい、はい、その後にスイスのベルン交響楽団で首席奏者をされて日本に帰って。 っ来られてっていうので、あ,<ー>あのアメリカ、ヨーロッパ、日本とすべてで首席奏者になられたってね。首席奏者っていうのは、はい、どういう位置づけの人なんですか。首席奏者っていうのは各楽器のですね、うんはい、一番前に座ってその各楽器のリーダーになる。ああパートリーダーってよくあの学校とかでいうやつですか。そう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 です,そうです。それのちゃんとプロの世界では首席奏者という。首席奏者って言って、はい、一番前にで引くってですね。ソロ首席奏者っていうことは。はい えパートに自分しかかいいないってことですか、えっと、ソ,ロソロ主席っていうのはソロが例えばいろんなオーケストラの中に出てくるんですけど、はい、そういったものを受け持ったりとかあ<ー>まあソリストとしてもやるっていうなるほどゲイリーのように完全にソリストということではないけれどその役割もやって、うん、そうです,そうですオーケストラの中での、はい、奏者もやるっていうソロ主席。 あまりそのコントラバスってそういったソロが出てくることはあんまりないんですけどマーラーの「交響曲第一番」の「三角章」の冒頭とかそういうのが一番は、ね、有名なんですけどその方々が皆さん今日11月20日生まれということでこれ完全に森田さんの娘さんもいずれ。 なんか世界で女性初のコントラバスソリストとかになったりするんじゃないですかいやいやいやなんか全然興味持ってないですけどねさせようとか思わないんですか <laughs> まだまだ娘さいや大変だからね <laughs> まあそれよくさあの、うん、スポーツ選手とかも言ってるじゃないですか、うん、自分の子供うんどうかな大変だからねって同じことを大体言ってますけど、うんや,すね、やっぱそうなんですね、うん、でも興味持ってくれたら嬉しいでしょう、ね、まあねそれはねこの間の芸イリカも聞きに来てくれたのでねえ、うん いやそうか楽しみあ<ー>あの最近ですね、はいはい、あの昨おとといかな、博多駅の丸善という本屋に行って、クラシックコーナーをね、はい、ね最近僕、大体映画コーナー、クラシックコーナーを眺めるのが習慣なんですけど、ちょっとね、会話しなかったんですけど、クラシック祭時期。 っていう,う 1>, あの1年間1月1日から12月31日まで毎日この日はクラシックにおいてどういう日かっていうのが全部書いてある本を見つけまして面白いそれこれねなんかこの番組とかでちょっと紹介しつつ話してもいいかなと思うぐらいそれこそ11月20日だったら誰が生まれててこんな出来事があってこういう曲が初演されましたみたいなことっていうのがずらって書いてある。 文文章章でで書いいいあそれはねだからね結構ね読み応えありそうでこれはすごい勉強になるぞと思いながらちょっとね急いでたんで本を買うまではしなかったんですけどなんかねそういうのとかもちょっと取り入れていきたいなそれいいねなんか雑学がどんどん増えていくねなんかねその雑学があると話も広がって面白いじゃないですかみたいななんか打ち合わせみたいな話してますけど。 打ち合わせ番組だね、これね。そうそうそう。ということでございましてね、毎週水曜日、このようにして、夜10時半からやって、だいぶ回数もね、増えてきてね。もう30になろうかみたいなところそろそろですね、確かね。調べとけよって感じなんだけど、今、調べてるんですが、そんなね、 回数を重ねる中でも第クールなんですよなるほど。と、ねね、いうことは1月末で第3クール終わって、うん、その最後のクールに入っていったりもすると、はい、いうことなんですがうん、うん、今日28回目です、ね、28回目おやっぱ30回目に向けてさちょっとなんかいろいろ考えたいなっていう気持ちもあるんですが。 どうですか30回目ってどうなるんだいつなんだ節目なんかクラシック的に30って数字なんかないんですか12月4日か3012月4日うん特になんかその印象的な数字とかではない3030、うん、30といえば 30, 30といえばマジカルバナナみたいなうん<ー> <laughs> みたいな感じそうますよね森田さんそうくんじゃないかと思ってましたけど橋本清とかそういうことではない。というのはまああれですけどまずね例えばさ交響曲とかだと30番っていうのまで書いてる人ってあんまりいないんですよ。例えばハイドンとかモーツァルトとかね古典の頃の人はいっぱい書いてるんですけどベートーベンの「ベートーェン」 9番の、まあ、呪いじゃないけどベートーベンが9番までしか交響曲を書いてなくて、ええ、その後の作曲家たちっていうのが大体その9番ぐらいまでしかたどり着いてないっていうねなるほどなるほど、うん、そうかやっぱりそこをなかなか超えられないというかそうなんですよなんかそ,そういうねジンクスじゃないけどードールザークも9番までだしブラームスとか4番までだしね もちろん、公共曲以外の曲は書いてるけど、どうなんですか、曲としては、公共曲というものがやっぱり一番、ボリュームとしても重みとしても大きい、そうですね、オーケストラで演奏されるんですよね、メイン、メインになる、その人の仕事のメインになってくるものですよね。あれ、あの、ほら、略称があるじゃないですか、略称。なんかほら、ベトチとか、あれはどれでもあるんですか。 あるってな,なあの業界でもそういうふうに言ってるんですか <laughs> うん言ってるああ<ー>、うん、ベトうんそうベト7とかでしょじゃあ,あやっぱベートーベンはベト,、うん、ベト6とか言うんですかあ6番はねベートーベン6番は田園なんですよって言うんですか田園へーえどういうこと <laughs> すごいなベト1ベト2ってあんま言うのかな僕はもう、ま、なんかわかんないけどベートーベン、まあ1番2番あって3番は英雄なんですよ、はい ベト3とは言えないしベト45番は運命ああそういう副題というかねあれがついてるのそうか名前で呼ぶやつと番号で呼ぶやつとれはベト7ベト8で大工なるほどへえドボ8ドボ8ドボルザクも言うんですかドボ8ドボ7ドボ6へえでもドボルザークは8番9番がね結構やっぱり たくささん演奏されるので,<ー>で9番は新世界なんですよなるほどかの有名な、はい、そうかじゃあその別になんか意味があるというわけじゃないけど <laughs> そのどの作曲家のやつでもそういうふうに略されることはあるわけですね,、うん、そうで,すねでもモーツァルトはね番号なんですよね40番とか<ー>41番とかあ今ねクラシック音楽の曲名の続称っていうのが、はい、ウィキペディアに上がってるんです <laughs> なるほど すすごいですよこれ<ー>赤沙汰な浜やらはとあるんですけどんにあるの例えばこの番組のオープニングのモーツァルトの「アイネク、ね・ライネ・ナ・ハトム・シーク」ねやっぱそうなんですね。うん 何これウィキペディアすごいねこれあのヨハン・シュトラウス2世の「美しく青木どなう」「青谷」「青谷」ねうかあのね青谷はね僕らよりもっと上の世代の人たちはあやっぱ世代て違うんだ今の50代60代の方々の口からよく聞くへえそうああの「イタキ」「ベルレク」とかね「文力」へえ すすごいですね結構やっぱり本当にその数字が入ってるやつと単純に略称になってるやつベートーベンはでも逆にどちらかというと皇帝とかそのこ言葉というか単語で呼ぶやつの方が割合多かったりするのかなっていうのを今パッと見てる印象ですね。まあね大工とかはめちゃくちゃ有名なその数字が入ってる形のものですけど。うんうんうん え、面白いですね。あ、でも、チャイコフスキーはチャイ一からチャイ六まで。そうですね。チャイですよ。チャイ、チ一チャイにいった袋とかね。へえ<ー>。チ一。面白いですね。<laughs> でもね、この、うん、チャイ六は、うん、もうやっぱ、悲壮って見ないよね。あ、そうなんですか。<ー>へえ。そうか。バイオリン協奏曲はチャイコン。コンルトですね、チャイコンとボコン。チャイコンドボコン。 これはそのどこでで覚えるんですかなんどれぐらいのレベルの時に、ほに大学生ぐらいの時に覚えるんですか <laughs> いつ覚えんな森田さんはどうやって馴染んでいったんですかそれで、えー、だって最初だったらロック少年だったわけでしょで高校入って、うん、バス引きになって、うん、でえもう吹奏楽部ではこんな感じでしたすでに。 かかいや、吹奏楽ではあまりこ,のこういうクラシックの曲あまりやらないからああそっかそっか、うん、じゃあ大学入ってとまか大学とか、まあ、僕ユースオーケストラもやってたからあ<ー>あ、えー、でもその時にまあその時ぐらいからそういうふうに慣れ親しんでというか誰かが言うんでしょうねそうねなんかあ<ー>でああこうやって呼ぶんだと思って覚えていくんでしょうね、うん、多分ねそうだよね多分そうなんだろうね <laughs> だってほら 家庭がさクラシック一家とかだと子どもの時から多分チャイコンとかやってるわけでしょそっかすげえなうちの子そうねうちの子たちもそうなるのかなそうですよだからなんか小学校とかでクラシックとか習うじゃないですかはいはいはい。ああチャイコンでしょ」とか言うんですよ多分「やだやだ」とか言って嫌な子供だないな子ルトだなすごいな 例えばシベリウスの昆虫とか、シベコンとか言うんですけど、はいはい、まあチャイコンとか、シベコンとか、ドボコンとか。まあチェロコンチェル、チェロコンとかね、言うんだけど、バイオリン競争曲、バイコンって言ってた人がいて <laughs>。それって言うんだと思う。いやこれ結構ね、いや、まあ。ある、まあ、とある、まあ、どことは言わないんですけど、はい、とある県にね、多いんですよ。 とある県の人にその略称が略称「バイコンバイコン」いう人がええー、あ,あ多分その何方言なのかなこれみたいになって <laughs> やっぱなんか、うん、その地区の力を持った人とかの影響とかあるのかな <laughs> すごいな、はあ、なんかあんまりそんなに他の業界でまあ そもそも番号をつけてね曲を整理しているところとかそういうのってないけどあんま聞かないなと思ってまだ業界用語ていうのが好きな業界だからやっぱそうですか。聖線で泥戦泥戦とかさこの前のやつですねこの番組でもほら最近やってないですけど「クラシック六角堂」でよく出てくるじゃないですかあれってどういう意味ですかみたいなそういうあれだよね。なんか一度ありましたよねこののビルルルカフェンで そのン線がななんだだこうだみたいな話の論論議議ががねあ <laughs> ったことがありましたけど<ー>いやだいぶ中川もクラシックの熱が上がってきてるなと僕は感じた瞬間ですけどね <laughs> なんかそっち方面で上がっていいのかなみたいなね,、うん、ねいやでも本当お聞きの皆さんもぜひね、うん、あのクラシック用語の質問なんかくださっ,やってねぜひねえ、はい、僕の、ね、知ってる限りプラス調べて、うん、答えますけど まあでもさこの間のゲイリー・カンの時に、はい、本当にあの中川の若い方々というかね、うん、いっぱい来てくれてそうです、ね、本当に僕やっぱり今までの公演の中で一番、うん、公演後の森田さんとか僕とかもまあちらっと関わってるの知ってる人とかは。 反応がいいですね今日もほら収録前にこの「るるん」で働いてる塩川さんが声かけてくれたじゃないですか声かけてくれたってあの「塩川さんの完全に完全に和山っになってるけどあのあの声のかけ方とかも僕は今までの中ではすごく一番あったかい声のかけ方だったってほら あ、本当にありがとうございましたってた頭下げられたでしょうね。ありがとうございましたって、すごく嬉しい。本当こっちが言わなきゃならない。ねそうなんですよね。いや、こちらこそみたいな。なんかすごくその感じって、いい関係性だし。あの、まあ、お客さんがね、えっと、五百弱ですか。はい、そうですね。結構、まあ、しっかり、あの、入っていただいて。もっともっと入っていいんだけど、しっかり入っていただいたので、あの。 その様子を見てねたくさん来てましたねとかもっともっと入っていいコンサートだったよねとかっていうななんていうか前向きな確かに前向きな感じにはなってますよねっていうところはすごくありましたやっぱりね今回はやっぱりあれだよね宣伝不足っていうのはね否めないんですよねそうでかなりスタートが遅かったしだいぶ手売りを。 だいぶ頑張りました、ね、歩かれてチケットアギアの旅に出られて、ねはい、そうですね、まあ、あとはもうツイッター、フェイスブックの、ねはい、本当に温かいこうね本当にリツイートだったりとかご紹介してくださったりとかね、うん、本当にありがたいなーって思ってでもやっぱりこの演奏を聴いてすごくそのこれまで以上に信頼感を持ってくださった方いらっしゃると思います、ね。 だってですよ、いや、すごい演奏会でしたよ、本当に。ね、すごかったですよね。だって、われわれ、あれじゃないですか、もう終わって、ロビーで会って、二人で泣いて、そうですね、ハーするっていう、なんだこれっていう。なんだよってね、本当に、でも本当に、すごい演奏会だったよね。もちろん、ゲーリー・カーの技術がね、めちゃくちゃ。 技術っていうか演奏が素晴らしいんだっていうのももちろんですよそれは素人目の僕にもよく分かるというかう、ねうん、ハーモン・ルイスと2人の, 2>、うん、あの演奏がなんか曲音がフワッて飛んでくるというよりはグッとひとまとまりになって。 心にずしずしやってくるっていうのは、はい、あの音の響き方って僕も初めて経験したし、うん、すごかったんですけど、はい、まあやっぱりね僕としては、うん、森田さんとゲイリー・カーが2人で何曲かやったじゃないですかあそこの掛け合いは、うん、まあちょっとなんかそんじゃそこらの映画には負けないぞっていうぐらいの僕は物語を見たなと思って,いて、はい、あもちろん2人でパフォーマンスをしながらですよ。 たまに目を合わせながらまあ音で会話をするようにしているわけですけどやっぱりゲイリー自身が本当になんかあの言葉の代わりに音を出しているような本当にそうですね形じゃないですかでそれに対して森田さんもやっぱり同じように答えていくっていうかでもなんか全く違う。 出事を歩んできた2人が同じ楽器、楽器のその種類微妙に違うけど、同じコントラバスという楽器を通して、なんか同じその一つの曲を奏でていくていその瞬間はいや、これができるのは、そのゲイリーはもちろん、森田さんもやっぱそこで演奏、うんうん、演奏ができるというレベルにいるからであると思うんです今回は本当にね、ありがたいことであってね、うん。うん あれがですよ、うん、なんか誰でもそうなるわけではないので。そうね。いやだからこの。はね、我々ね、席界隈、うん、この博多南駅前ビル界隈でちょっと固まって座ってたんですけど。はい、あまあ大体みんな一言目に。森、うん、田さんさみたいな。やっぱすげえなーみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> いやなんかゲイリーの演奏がすごいより前に、それがやっぱ出てきてて。うん。それは嬉しいね。やっぱね、これは、あのー。<laughs> ゲイリーを連れてきたということだけではなく、うんうん、森田さんという人が中川にいるとことがどういうことかっていうのをすごい分かってもらう機会になったんじゃないかなと思う本当この1年ねやっぱり中川の、ね、いろんな人に出会うべく出会うためにはどうすればいいのだろうかって思ったところがやっぱりね小さなコンサートしたりとか、うんまあ、森田食堂をやったりとかね、うん、まあそれで出会った方々がみんな。うん 本当にもうある意味集結してくれた、うん、うんっていう,う、ね、ところありますよねみんな来てくれたもんね本当に本当にありがたいことにね,本当ねだって多分、まあ、チケット売った中の、うん、まあ半分とは言わないけど3分の1強ぐらいは絶対中川のそういった、ね、仲間たちですもんね、うん、あ今収録しているところにあの土曜日放送の「くじラジオ」のパーソナリティ増井さんがいらっしゃいましたよ。 松井さんもねこれ高知で大学時代に吹奏楽団の団長されてたそうですよね、なんかそろそろいろいろな力をこれ、トロンボーン奏者で結構ね映像とか見たらフェスみたいなところで演奏してたりとかこの人、実は多分ねすごい人なない大学だったっけ高知大学のねその時の先輩と結婚してね。 ちょっとそろそろなんかいろいろ手伝ってほしいなっていうねそろそろできるようになるそんな話がありますけどまあでもそれで言うとですよこの増井君のね盟友である岡君というね人にスタッフとカメラマン今回お願いしてカメラマンねお願いしてやっぱ僕らもねほら助成金を取ったりとかあとはあのまあ ゆくゆくはねオーケストラ連盟に加盟するためにっていうのやっぱ資料はねがっちり残していかないといけないなるほどなるほど今回の資料っていうのは本当にまあ楽団としての財産にもそうなので DVD をねちゃんと作ってくださって DVD をしっかり編集して素晴らしいやっぱりでも彼も彼はね香川大学ですよねドローンボーンだから高知と香川の大学の団長同士で今福岡で同じ中川にいるんですすごいよね だから、すごいの、ね、で、まあうん、手伝っていただきましたし、うん、まあこの駅ビル2階のカフェルルンスタッフで「w h a t s ア p プ中川のパーソナリティしてるきほ、うん、ちゃんんもスタッフしていただいて、うん、スタッフしててもらって、まあ、僕の CD 売ってくれたりとかね,、うん、ね僕ね、もう何よりも感動したのは今回感動したのはあ,のあれです。 ス,タッフあのステージスタッフチーム、中川のメリカドーリもう糸山さんたちがね,、はい、もうね素晴らしい動きをしてくれて、はいはい、やっぱりこう慣、まあ、れ,れというかね、だいぶ,あの息,がだいぶ息が合うよ、ね、ってきたってことですよね。うんうんうん だいぶわかってきましたとか言ってくれてね。まあそうですよね。やっぱりちゃんとその真剣に向き合ってやってる人たちとはちゃんと息が合っていくし、うんうん、いい関係になっていくはずですから、うんうん、それはそうですよね。ね本当に。まあだ彼らプロですから。プロですからね。 あのミリカだけじゃないですからね、うん、彼らの仕事はやっぱな何。やっぱね何のプロかっていうところで、ね、ちゃんとねちゃんと自分でそれぞれ分かってベストを尽くすっていう,、うんうね、もうそれに尽きるわけですからね。尽き,ね尽きます本当にまあまあそんな感じでねすごくたくさんの人に支えられながら公演を終えたわけですけれども。 まだまだね、大きな公演はしばらくありませんが、そうですね、今年でもミリカナでの公演は終わりですね、今シーズン、そうですね、本当にありがとうございましたというところですよね、たくさんの方に応援していただいて、ありがたい通算来場数もね、ちゃんとしっかり最後の公演で上がってきたかなというふうにも思いますし、まあまあまあ、やっぱりかなり1年目にしては上々な。 いやーいろんなことやったね、本当そう考えたらね、うん、まず知ってもらえたじゃないですか、まず1年目はねこういうことやってますという発信のね1年なので、うん、だってね、ねよくあるんですよ、中川僕も中川出身ですけど、うん、新しくこういうことが始まりましたとか、はい、こういう施設ができましたって言っても、うん、やっぱりね、これだけの人が1年目で関わってる例って、多分分あん、五箇山ですら、多分中の人たちのことを考えたら、まだそんなに関わってない人。 が多いからだからやっぱりすごくいい取り組みになってそうですよね、うん、まあですがはいですが、まあ、あのまだまだねあの森田さんのはいあのは演奏を今年もまだしなきゃいけないわけがあるわけですよまあですね。うん、ま,あまずは11月23日土曜日そうですねはいもうあのね11月23日あのー、駅ビルのねあのーはい イルミネーションの点灯式に合わせてっていうね、はい、うね去年はね、うちの桶に依頼が来て、はいねあの、管楽器でやったんですけど、はいろいろな事情などお、はいはい、お終わりでしょうからね、こ、はい、今年は特に何もなかったんですけど、駅前を考えるかえさんっていうね、このあたりのもう、ね、まあキーマンです。キーマンですかねね まあこちらからちょっとね、まあ、僕一人だけでもちょっとなんかできないかなっていうのでね、うんうん、その日はあの森田食堂を出させてもらって、ね、<で>でなんとなんとですよ、はい、森田さん覚えてますかちゃんとイルミネーションの点灯式司会ですよあそうだった <laughs> <laughs> 司会だった MC ですよだ MC だった多分、うん、なんかこう321みたいなの言うの森田さんですあ僕か今年 だから多分春田さんってねうん、うん、駅前を考える会の,、うん、あのボスがいるじゃないですかはい、はい、と多分2人でやるんで, 2> 2で、ねはい、いやなかなか濃いなかなか濃いねでまあ濃いんですけど、うん、店頭前にはねあの駅ビルでできた民謡クジラ踊りをまあ一発やりまして、はい、そうですね でまあ2人のね掛け声とともにバーンと転倒するわけですよ、うんうんで、そこでスタッフもしてくれたきよちゃんが、うん、カラーガードを聴、ねーーい,ね、いてる中ではね穴行きからね、うん、ちょっとあのお祝いの場面で使われるよ、ね、うな、ん、曲を1曲あの曲、ね、ソロでやってくれています。うんうん、へーすごい いや結構ね、で僕もなんか、うん、あのセーバー、彼らね、あの旗とかライフルとか投げるんですけど、セーバーってこう刀みたいなのも使うんですよ。うんうん、途中でね、はい、なんかセーバーを投げてくれって言われてて、僕、うんはあ、いや、これ、めちゃめちゃ責任重大じゃないですか、投げて、それをパッとキャッチして。うん 踊るみたいなやってくださいよとか言われてええとか言ってっとカフェの前でちょっとやってみてこういう感じとかそう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 いやいいのかなってまだよく分かんないですけどそういうのもマーチングってねやったことないんだよねああそうですよねそうかそうか吹奏楽部ってさ普通に座って弾くのとマーチングってどっちもやるところとまあ座ってやる しかやらないのとあるんだけど、はい、僕の場合は座ってやるのだけだったのでいやーでもねすごいですよあのーね、カラーガードはトーキングヘッズっていうアメリカのねバンドのデビッド・バーンがアメリカのカレッジを集めて、うん、カラーガードを見せるためだけの大会を、うん、コンテストをやって。 出るんですデビッド・バンがある学校について、うん、ネリー・ファータドが別のとこについてみたいなもう超有名プロデュースーを6校につけて専用の曲作ってカラーガーズのパフォーマンスするっていうのをやるいこれちょっとドキュメンタリー映画になってるんですけど、うん、なんか、あのー、結構ねパフォーマンスとして、うん、まあ旗を振ったりするだけじゃなくて、うん、そのダンスっていう意味でもめちゃくちゃ面白い、うん、面白いねですよ。それねうん でこれをまあ中川でね何とか広めてそのまあ例えば次の世代の子たちがカラガでやってみたいとかって思うようなそういうなんか見本になりたいんだってキヨちゃんは言ってまあまさに古軍奮闘してるところなのでまあぜひ見に来ていただきたいそうですねぜひね見に来ていただきたいでまあそこでまあ当然ですよはいおめでたい雰囲気になるわけじゃないですかだあれですよあれか。 もち巻きですもち巻きか。<laughs> もうね、これ面白いよね、あのこの間ね、<う>僕は和歌山に行ってね、はい、森重んはその時ちょうど五島列島。長崎のね、上五島に行ってきました。そうそうそう、それでね、どっちのなんかこうね、うん、あれも。 地方持ちまきをやるっていうね帰ってきてお互いにお互い行ったとこの話して結局二人とも持ちまきの話だったもんね持ちまきはいいんですよやっぱりあの最近中川市役所のね広報担当の福田くんが家をね胸上げして持ちまきしてましたけどやっぱね盛り上がってるみたいなんで盛り上がるよね駅ビルもあやかって23日土曜日の夜は持ちまきしようと持ちまきしよう いうことなんでまあ、お聞きの皆さん来ていただいてね、はい、ねぜひお,お越しいただきたいですね持ち巻きしてからの。 そうですよそこからは話さなきゃいけないとこだったそのっと僕がミニコンサートさせていただくって中に入ってきてもう寒いからね、外に入ってきてちょっと時間ですけどコントラバースのソロでドソロでちょっとね久しぶりにですね、なんか1年が終わるなって感じがしますね、始まりはやっぱりソロで聴いてる人多いと思うから。 それでいくと、そうか、森田さん、じゃあ、森田食堂で飲食業やって、司会業やって、演奏やって、もう、何屋さんだっ本当ですか、中川だけですよ、本当にもうね、ち巻いてね、ちを巻いて、そんなことは全くない、持も巻いて、いいですね。 素晴いやいやまあということでございますぜひ二23日はまああれですかね夕方お昼ご飯かお昼ご飯ちょっと森田食堂で今回あれでしょグヤシュ例の例のハンガリーのねハンガリーの作りなんだねあれ美味しいんですよね2週3週前ぐらいにねそうですねみんなに味見してもらって出していいよっていうことになったからグヤシュ昼食べて夕方ぐらいに来て店頭試験で遊んで でそのままコンサート聞いて一杯、ね、飲んで帰るみたいな感じの、うん、最高じゃないですか最高ですね,ねまあここでやっぱ全部完結できるっていうのはすごくいいことなんで、ねうん、いいことですね、うん、まあぜひぜひ来ていただければと思います、はい、いします ととか言ってたらもう30分おあっという間だねなんか今日相当なんか我々一周たまってた分だしました、ね、<laughs> い,ろい,ろいろいろな話しちゃったね,ね<ー>、まあ、ゲイリーの、ね、こともあったしそうですね,ね本当にまたね中川にこう人が集まる方法っていうかねいんなのも考えていきたいなってですね。すごいよねだってタイからまずさそうですよ今回、えー、と一番遠いのはタイになるのかバンコク,、うん、クからだから、うん、僕のね、はいあの アジアユース時代の友人が、ええ、ボービーボビーが来たいって言ってねもう手弁当でもう本当に一銭も出してないですよ、お金ってうもう変な話だけどあ,の、ね、あれがあるからなんだっけビザ,の、ね、ビザの問題も、ね、があるから出せないんだよって話したら、うん、もうそんなのいらないよみたいな。うん しかも生徒たちもねもうそういうこと、まあ、ゲイリーカーっていうのが東南アジアに全く行ったことがないということで東南アジアの子たちが、うん、まあこういうふうにあの聞,き聞きに来てくれるとっ <laughs> ゲイリーがねあのマスタークラスをしてマスタークラスしてもらえないだろうかって話をしたら、まあ、あのいいよということで、うん、そう初日のリハーサルの後に、えー、4人来てくれたんですけど1人ずつに、ね、丁寧にレッスンしてくれて。すすごいですね、うんうん それはもうまたね、ねシャイなんですよ、彼らは。なんからしいですね、<う>タ,イタイの人たちタイの方々ってすごいシャイで、うん、なんかもう、はたから見てたら、嬉しくないのかなとか思って、なんかやっぱ知らないのかな、ゲイリーカーって、まあ、若い子たち知らないのかな、なんか、ん彼らにとっていい,いいことなのだろうか、どうだろうかっていうのをね、すごくまあ心配というかね、だったんですけども、その後終わった後フェイスブックにもう、すごいもう<あ>、感想を書き連ねててへ<ー>、うん、やっぱり そう内なるものを秘めてるんだなっていうそういう印象もありましていやーそうだから一番まあ日本でいうと遠いところは静岡静岡から関西、うんうん、広島山口岡山 結構ね初めてそもそも中川というところに足を踏み入れたという人がいっぱい今回来ていただきましたよね,うねそうですねだからやっぱ新幹線からの行き方とか、はい、そもそも新幹線の乗り方すごい聞かれてたのでまあね我々はね、うん、慣れてますけどね在来線だけど新幹線ってどういうことってまあ、うん、<laughs> その確かにそう言われたらわかんないですよねいやわかんないですよ <laughs>、うん、それはねわ、うん、からないでしょうがないんだけど、うん ままあまあ今回来てそうそうそうでもすごいやっぱ8分だけ新幹線乗れるっていいねとか,ねとか言ってねだからもう本当にもうそれをもう何もうメモリの中にさ文書作って「はいこれこうですこうです」って,って <laughs> <laughs> 一番すごいのはさもう今回もそのゲイリーのアテンドだったりとか、はい、そういうことをもずっとやってたからボビーの面,面倒を見るというかねボビーのアテンドが全くできなかったんだけど彼ら ちゃんんと来てんだよねいやそうですすよねいやすごいなと思ってやっぱね自分で調べてちゃんとねこうしてる人たちっていうのは、うん、なんか妙なこうなんて言うんですかお接待いらないんですよ、うん、基本的にね本当に大丈夫い全然大丈夫だよだって交通機関あるじゃんって言われて展示、うん、に泊まってたんですか そうですかよく本当に出ましたねなんか早めにねちょっとお先帰るからっつってバス乗って帰ったんでしょすごいよね同じことタイでやれって言われてもさ難しいなかなか難しいよね難しい自分の生徒しかも連れてさていやですか でも、なんかやっぱり今回は僕はバス引きの人たちのなんか人の良さに触れた感じがします。ボビーも含めて、リカさんとかね、皆さん来ていただいてて、少しお話できましたけど、みんないい人ですねバス引きはみんないい人なんですよなんだか、すごくいい森田さんにとってもアットホームな場所なんだなっていうのを感じて、なんかちょっとほっとしました。いいやや そういう、本当に、あれですね、話は尽きないですね、ゲーリーカー話はね。ああ、もう33分。すごいですよ、ゲーリーカー本人の話をほぼせずに、ほぼほぼこの番組終わろうとしてますそうですね。本人の話、全くしてないですね。まあまあ、それはこの1か月ぐらいでしたし、またなんかちょっとこう、改めてっていうところにしましょうよ。まあ、ひとまずは今週末のイルミネーションイルミネーションを見ていただいて。 でまたねお話ししたいですね。よかった、悪かった、いろいろな話ができたらなとそうですね。いや、本当に本当に。いや、素晴らしいな。で、今日は、当然、もうパン飯食はね、ないんですけど、グヤーシュっていうで。グヤーシュやるんで、一曲最後に聴いていただいてお別れですかね、もうね。あの すげえベタなんですけどもハンガリー料理ということで、あのハンガリー部局第5番ブラームスのですね、はいお聞きいただいて今日はお別れしたいと思います。はいということでまあまた来週ですね来週ですねはあの予定通りお耳にかかれると思いますのでよろしくお願いします。はいそれでは皆さんさよならさよならおやすみなさい。